毎度リードです、今ちょっと仕込みしながら思ったんですけど、ブリあるじゃないですか。ブリの切り身、別にスーパーでも売られてるやつの石、渋市とか4分の1とか2分の1で売られてるやつ、まあ、2分の1はさすがにないか、ブリを乾燥熟成がいいんか、いつものその何氷水のプールの中に入れた方がいいんかっていう、まあ、実験じゃないですけど、僕この間5日前にブリ渋市凍ったんですよ。ハラミ、腹の部分だけで、それをわざと半分に切って乾燥熟成と、氷水のプールの熟成に分けとったんですよ。どっちがええんかな思って、これまあ昔やり熟成やり始めてた時に、試しとったんですけど、やっぱり乾燥熟成の方がええなと思ってずっと乾燥熟成してたんですよ。でちょっと久々に今どうなんかなと思って やってみたんですよ。やっぱり乾燥熟成やった。なんやろな、ようわからんよな。まあ、こんな感じなんです。ちょっと見てもらったらわかるんですけど、これがこの実を凍ったんですよ。これで渋市凍って、で5日前、今日が何日、2月の1日、あ、1日か、昨日頼もしやったもんな、1日やってんけどで、まあ、1月の5日、2月1日やから、その5日前に買って、こっちが、氷水のプール。でも、酸化具合とか全然ちゃうでしょ。何がちゃうんやろうな、ようわからない。熟成期間一緒なんですよ。こんな感じ。こっちもパリパリ。こっちはもう乾燥熟成。ちょっと花見の部分。で、こっちは氷水のプールに入れてた感じ。血合いの色も全く違うし、もちろん身の感じも、酸化具合が全然違うっすよね。こっちの方がどっちか言ったら変な酸化具合じゃないですか。だからヘッツル削るの多そうやなって感じする。で、身はこんな感じね。こっちが、氷水のプールの方、こっちが乾燥熟成。やっぱりまあ今外見、まあこれだけ見ても氷水のプールの方はどないやねんっていう感じなんですけど、ただ今こうちょっと血合いの方落としたんですよ。落としたらドン、いや、めちゃめちゃ綺麗けど、なんか乾燥熟成さしてるやつの方がうまそうに見えんねんな。それがしかもまあ、これ西京焼きにするんですけど、これね、ちょっと層見たらわかるかな。ここの微妙な1ミリ程度の層、ここもやっぱ切らなあかんわな。色めっちゃ悪いんで、こんな感じでこれちょっと一回切りますわね。よし、ほんで、これはこっちのまずね、乾燥熟成じゃなくていつもの氷水のプールのブリからさばいていきますね。まあ、とりあえずここ薄へつりますわ。まあ、これ西京焼きにするやつなんでね、できるだけ薄くいきたいな、これ。あー、でもやっぱ中は綺麗か、一応薄いきたい。よし、うん、中は綺麗ね。でもなんでこれ冷蔵庫の熟成やったらこんなに色悪なんねやろな。外側乾燥熟成の方がね、なんかやっぱ綺麗ねんな、俺。よう分かれへんな。何がちゃうんやろうな。温度帯で言うたら氷水のプールの方が綺麗はずやねんけどな。ウェイ、来た。来た来た来た。バリ綺麗やん、これ。これ最強現象うまいやろうな。うちこれ養殖のブリ使ってんすよ。養ブリ。焼き物とかにするなら絶対養殖の方がいい。まあ、油の糊が全然ちゃうんだよね。尻尾の方でも。これが、こんなんでしょ。こんなんやけど、ビロ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 ビン。ほら、もう鮮魚の輝き。全然いけるわ、これ。これ最強焼きもやろうな。最強焼きやけども、どうせちょっと一回食べ比べしますわ。で、このこっちのね、酸化してる方もいっぺん削ってから。削って薄くできるだけね。
できるだけ目肩残してよし。で、うわ、来た来てるやん、これバルモスやな。ちょっと薄く切ってポン酢でこうかな。あんまり食いすぎたらもったいないからな。あ、皮引くの忘れてたわどうしよう、炙る。皮、鱗そんなついてないね。うん、炙って食いますわ。これと、これが冷蔵庫ね、冷蔵庫パターンない、やつ。それと、なんや、乾燥熟成、ちょっと比べてみますわ。これが乾燥熟成の5日目。これどうしようね、今日のお客さんに、まあ今日明日もう一緒に行ったろか。どれだけ来たんや分からへんねんな。とりあえずまずここ切るわ、皮のなんちゅうの酸化してる部分。よいしょ。で、あ、やっぱちゃうな、やっぱ乾燥熟成の方がええわ多分。こんな感じやねんけど、これをめぐると、きたー、これすごいよなマジで。乾燥熟成ってなんやねんなそもそも風に当ててなんか熟成とか言ってるけど、なんなんほんまに、これすごいわマジで。マグロもせえけど。で、今日は何しゃぶや、ブリしゃぶでいくんかちゃうな。まあ、とりあえずこのぐらい切っとくか、何名分か知らんけど、大体で切ってよーし。かぁ、すげえな、断面バリモサやな。まず断面の見比べいきましょうか。こんな感じね、なんか綺麗に、あ、まあ部位違うからそんな比べられへんけど、こっちの方がなんか綺麗に油回ってるような感じするよな。うん、なんか熟成されてるって感じする、こっちの方が。こっちなんか鮮魚っぽいもん、まだ身見てたら鮮魚っぽい感じすんな。さてさて、味はどうか。とりあえずへっつりますわ、腹見すぎて。ごっつい皮やなこれ。よっ、できるだけ薄いきたい。よし、やっぱ養殖のブリはすごいね、油が極めつけに多い。極めつけやわこれほんま。よいしょ、もう包丁ギトギトやん、やばいなこれ。でここはちょっと硬い部分やから切り落とす見てこれ、やばないですかこのハラミうまいやろうな、ステーキにしてなんかもみじおろしといきたいわ。しゃぶしゃぶでも構わへんけど、ほらうまいで。で、血合いはこんな感じですわ。めちゃきこんなんやないですか、こんな乾燥熟成したやつが、あー、こんな感じの仕上がりです。めちゃ綺麗でしょ、これが乾燥熟成のパワーね。で、味はというと、これちょっとブリな、身でかいから半分、こう半分に切ってやった方がええねんな多分。そうするわ、これぐらいかな。切り方要はまっすぐ切った方がいいんかなこれ、その辺は知らんからな。よっ、まあ、とりあえずまっすぐ切るわ。これはちょっと油爆弾やから、ちょっとなんか違うとこでいくわ、やり方で。とりあえず食べ比べやから、ほっ、薄切ろ、お客さんに残さなあかんからね。イエイ、きたなこれ。まあ部位ちょっとちゃうから食べ比べなるんかどうか分からへんけども、これ、こっちが、あ、冷蔵庫の氷水熟成、こっちが乾燥熟成、どっちも日数は5日目ってことで、炙って1回食います。ほなこれね、皮目だけ炙りますわ。やっぱこういうのは炭で炙った方が、うまいから、ちゃんと炭起こしました。でこれを直接皮に押し当てる。あれむずいな、もう手で持ってやるわ。うわ怖っ。
うわーちちちちち、うい、あーもう香りやばい、あーやばこれめっちゃうまそうやこれ。でこれが、乾燥熟成ね。でこっちがあがちちち、あっち、よし、このなんか網に乗せて炙りにくいからこれでいきます。熱っ、指熱っ、よしよしよし、皮パリパリになったら OK なんでね。んで、うわやっぱ油乗ってるからすっごい香りがいいわ。ちょっと待って、四隅手についたら終わりやからなよし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 よっしゃ、ほんでできたら今日はね、ポン酢でいこう思ったけど、ポン酢でいったらおもんないから、まあ、おもんないっていうことはないねんけど、このね、うちのこれが鬼おろしとあの土佐酢のジュレ混ぜてるやつなんですよ。これがな、うまいねん。これこういう油系と絶対に合うはず。よし、これを乗せて食うわ。さてこれはどっちがうまいんでしょうか。これ身でかいな、ちょっと切るわ一口でこんなん壊れへんわ。よし、せやな、これあれやったらこれ土佐酢と醤油でいこうか、どうせ食べ比べすんねやったらね、こっちの方がええやろ、なんか部位似てるし、これが味のあれになりそうや、味のあれってないやねんな。よし、ほなこれの冷蔵庫の熟成から。なんなんこれ、言うまでもなくうますぎる。次はこっち乾燥熟成、うん、一言で言うならばわからん何がどうってかマジでわからん。味一緒、どっちもうまい。なんか土佐酢のジュレ濃すぎてわからんかったんか、わからんな。まあ醤油でいきますよ、醤油で冷蔵庫熟成ね、醤油でいきます。あ、わかったわかった、醤油の方がブリの味ダイレクトに伝わるわ。この感じね。じゃあ次乾燥熟成のブリで、わかった、どっちが良かったかわかった、結論わからんマジでわからん。なんなんこれ、全然わからへんわ。わからんけど、まあ実際身の何やろな、身の感じはもう見たらわかると、これ身ブリブリじゃないですか。この冷蔵庫熟成の方は身柔らかいまま熟成できて、乾燥熟成の場合はパリパリやから、もう固まる、やっぱ皮がもうパリ乾燥してパリパリなのから固まるし、まあへつる部分は冷蔵庫熟成の方が多い。こんだけ削らなあかんから、この血合いの方もそうやし、へつる部分はやっぱ冷蔵庫熟成の方が多いから、やっぱ乾燥熟成の方がおすすめっすね。あのぶどう周りいいわ、乾燥熟成の方がまだやっぱり周りパリパリになってもう中に旨味閉じ込める感じなんで、そこまで日数が10日20日1ヶ月ってぐらい経たん限り、そこまで中まで酸化せえへんから、やっぱあれやな、乾燥熟成の方が俺はいいと思いますわ。で味に関して言えば、正味わからんな全然わからへん、何がどうちゃうねんっていうぐらいわからへん。だからまあ結論としては乾燥熟成の方がまあブドバーにもええし、そこまで酸化せえへんし、まあええんちゃうかなって感じですね。
まあとりあえずもう YouTube のネタなくなってきたから今パッて思いついてやったんですけど、まあ今後もこんななんかこんな感じの適当なやつあげるんで、まだまだよろしくお願いします。なんか質問とかあればあのコメント欄に入力してもらったら嬉しいっす。そんな待ってます。ではでは。